皆さんこんにちは、報徳学院学習部の室俊です。今日は小学校4年生の算数、帯分数の引き算について説明します。帯分数の引き算のポイントは2つです。1つ目は、帯分数の引き算は整数部分同士、分数部分同士を引き算して計算すると、ね、これは足したの時と同じでしたね。整数部分同士、分数部分同士を引き算すると、1番の問題では2と5分の4引く1と5分の3ですね。整数部分は2と1ですから2引く1を計算すると1ですね。分数部分は5分の4引く5分の3で5分の1と、答えは1と5分の1になります。2番、8と7分の6引く5と7分の1、整数部分は8引く5で3になります。で、分数部分は7分の6引く7分の1で7分の5、答えは3と7分の5、こういうふうに求められます。2つ目のポイントですね。これは分数部分同士が引き算できないときは、引かれる数の整数部分から1繰り下げて計算する。引かれる数の整数部分から1繰り下げて計算するということです。3番の式を見てみると、3と6分の2引く1と6分の5ですね。整数の部分は3引く1でできるんですけれど、分数の部分が6分の2引く6分の5という計算は、ね、6分の2のこの分子の2と5を比べると前の方がちっちゃいので、そのままでは引き算できません。そういう時には、この前にある整数の部分から1取って、1は6分の6ですから、6分の6足す6分の2として、ここの部分6分の8にして計算します。3と6分の2の前の整数部分から1繰り下げたので、2で6分の6と6分の2を足して6分の8、ね、こうすると、1と6分の5を引いても計算できますね。2引く1で1、6分の8引く6分の5で6分の3と、1繰り下げるということは、分数に直すと分母と分子が同じ数の分数になるということですね。例えば1は2分の2、1は3分の3、1は5分の5ということなんですね。この場合は6分の2に直しますので、1は6分の6、ね、そして6分の2と足してあげて6分の8になったということなんですね。では練習に入りたいと思います。もうすでにこの学習が終わっている、ね、復習の人、あるいはここの説明、ね、これでもう十分理解できた、自分には問題を解く自信がある、自分でやってみたいという人は、ここで一度動画を止めて自分の力で6問解いてみてください。そして解いた後でもう一度動画を見て答えを確認してみましょう。この学習は初めてだという人は、今から私と一緒に解いてみましょう。ではやってみます。練習の1、4と9分の5引く2と9分の2、分数部分は計算できるので、そのままで4引く2で2ですね。で、9分の5引く9分の2で9分の3、2と9分の3になります。2、1と4分の2引く4分の3、分数の部分4分の2から4分の3引けないので、前についている1を、ね、繰り下げます。1は4分の4ですので、4分の4足す4分の2で4分の6にして4分の3を引いてあげます。そうすると4分の3が答えになります。3、1引く6分の1、これ分数の部分がありませんよね。これはじゃあ1をそのまま
6分の6にしてあげて、6分の1を引きます。そうすると6分の5、これが答えになってきます。4番、5と8分の3引く2と8分の6、分数部分はやはりそのままでは計算できないので1繰り下げます。そうすると4と8分の3は8分の8足す8分の3の計算をして8分の11ですね。繰り下げた8分の8を8分の3に足してあげました。引く2と8分の6と、4引く2で前は2と、8分の11引く8分の6で8分の5と、2と8分の5というのが答えです。3と5分の1引く5分の3、これも分数部分の引き算ができないので前の3から1繰り下げて、2と5分の5足す5分の1で5分の6ですね、引く5分の3と、そうすると2と5分の3と、こんな風になります。次、6番は6と7分の2引く4と7分の5、やはり分数の部分は、そのまま引き算ができないので1繰り下げて、5と7分の7足す7分の2を計算してあげて7分の9引く4と7分の5ですね、5引く4で1で1と、あと7分の9引く7分の5で7分の4と、1と7分の4が答えになります。よろしいでしょうか。皆さんはどうぞこの動画を参考にして教科書の問題やドリルの問題を解いてみてください。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。